さあまずは6艇並んで出揃ってまいりまして、競走水面上はグランプシリーズ戦の後半戦の競走第10レースを迎えていまして、1、2、3、4、5、6、さあ枠なりで並んで船を進めてまいります。1号艇の湯川浩二、今日前半戦は2着のレンガラミノ、さあここは湯川が負けられない陰線、シリーズの初勝利なるかで人気の中心です。2号艇の平本正幸、今日前半戦では陰線踏ん張る活躍の初勝利がありました。3号艇で石渡哲平、今日はこのレースのみ、昨年の初日2着2本で優質の活躍、今年は初日1着2着1着の活躍で好発進を見せています。1、2、3と入ってまいりまして、そして4号艇の市橋隆がどうやら角でしょうか、引っ張りました。5号艇で岡崎康弘、今日前半戦イン逃げリズムアップがあって、6号艇の萩原秀人、こちらは今日前半戦見事な逆転1着の活躍で、さあ3対3に分かれました。1、2、3の4、5、6、これで枠なり3対3でスタート展示通りです。さあ今日のシリーズ戦はラスト第10レースの予選競争、12秒身の回転で目立った風は吹いていません。ダッシュの3艇から後席上がってまいりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なり、2秒前、1秒前、今スタートしていきました。好スタートはスロー勢の1号艇、2号艇、3号艇内役3艇がいいスタートです。まず1から先の1号艇に湯川をつけて回る。2号艇平本ブロックされて、刺して3号艇真ん中、5号艇の岡崎で、あとは4番6番です。さあバックスイッチは逃げる1号艇に湯川、人気の中心が陰線踏ん張って、2番手争いには5号艇の岡崎と3号艇の石渡、そしてわずかに2号艇が控えていまして、あと6番4番なおスタートは正常でした。ライターマーク先頭が湯川、注目になった争いは3号艇の石渡が行く、追っつけて6号艇その関係を5号艇、あと2番4番と回っておりますが、2番争いは内外に広がって、まだまだ5号艇と3号艇と両者が接戦状態です。インコースに5号艇の岡崎、アウトコースに3号艇の石渡、そしてまた2号艇の平本も上がってきて、3号艇か5号艇かあるいは2号艇か、西村でしたマークを突っ込んだ2号艇の外を握って回った5号艇と3号艇ですが、さあ握って回った5号艇か内から一気に2号艇の平本上がってきて、さあ2番手は一気に平本が逆転、そして一定心で5号艇の岡崎、その後ろ6号艇3号艇4号艇の順に変わっています。ライターマークは先頭だけが抜け出して、1号艇人気の湯川浩二、現在2番手は大逆転で2号艇の平本上がってきて、懐を今度は6号艇と5号艇と攻めてきますが、2号艇平本が2番手の、3番手に5号艇の岡崎、そして4番手から6号艇の萩原でレースは最終周回へと入ります。さあ今度は3番手争いに5号艇の岡崎、6号艇の萩原上がってきて、5号艇と6号艇差が縮まって、最終周回出したのでは5号艇の岡崎が張って回って突っ込んで、3号艇外を握って回った6号艇ですが、ここは5号艇の岡崎康弘、上位が1号艇2号艇5号艇の順、その後ろは2艇進から3艇進で、6号艇の萩原が4番手、あとは見つかっていまして、3号艇4号艇の順になっています。最終ターンマークは先頭で1号艇の湯川がここはしっかりと逃げ、今日2着1着、そして2番手は2号艇の平本が逆転で今日1着2着、3番手は5号艇の岡崎の第10レース1双子、まもなくゴールです。先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン、3番ゴールイン、4番がゴールイン。